カス軍は、アメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は24,334人で、軍庁所在地は、プラッツマウス。同州オマハを中心として、ネブラスカ・カンザス領州にまたがるオマハカウンシルブラフス。大都市圏を構成する8つの軍のうちの1つでも、ある。カス軍は1854年に組織され、アメリカ陸軍巡省のルイスカスにちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1466平方キロメートルである。このうち1448平方キロメートルが陸地で18平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち1.24%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、 カス軍には24,334人、9,161世帯、及び6,806家族が暮らしている。人口密度は17平方キロメートルで、7平方キロメートルの平均的な密度に1179件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人97.89%、黒人0.18%、 先住民0.30%、アジア系0.35%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.35%、および本結0.92%で1.46%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。また、住民の39.4%がドイツ系、9.6%がアメリカ系。 8.8%がアイルランド系、7.9%がイングランド系移民の子孫である。カス群の9161世帯のうち35.80%は18歳未満の子供と暮らしており、63.30%は夫婦で生活している。7.60%は未婚の女性が世帯主であり、25.70%は 家族以外の住人と同居している。21.60%は特許で、全世帯の9.40%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.63人であり、家庭の場合は3.07人である。軍の住民は27.90%が18歳未満の子供で18歳。 以上24歳以下が7.00%、25歳以上44歳以下が29.00%、45歳以上64歳以下が23.80%、および65歳以上が12.30%となっている。平均年齢は37歳である。 女性100人に対して男性は97.70人いて、18歳以上の女性100人に対しては、男性は95.00人いる。軍の世帯ごとの平均収入は46,515ベイドルで、家族ごとでは52,196ベイドルである。男性の36,639ベイドルに、対して女性は24,612ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は2万156米ドルである。総人口の5.20%、家族の4.20%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の7.10%及び65歳以上の4.50%は貧困戦以下の生活を送っている。カス軍は国勢調査時にはプラッツマウス市とウィーピングウォーター市を除く地域が次の ように区分けされる。